居酒屋さんでつまみをね頼んだんで、夜ご飯に前に話してたあのピーマンとか、夜ご飯は最近ご飯食べてないから、居酒屋さん、焼き鳥居酒屋さんの、あの焼き鳥とかをよく頼んで食べてる。結構ね食った、結構野菜串3本、焼き鳥4本、あとピーマンの肉詰め3つ、了解、満足。まあ、ピーマンの肉詰めはね、あのね、注射器を発見、あれです、生のピーマンにひき肉が詰まってる、甘辛いひき肉が詰まってるタイプ、タイプ、おつまみタイプのピーマンの肉詰め。まあそうだね、めっちゃうまいんだよ。でもシャキシャキして、え、生で食べれるっていうか、生で、だって生で出されたもん、出されたっていうとあれだけど、届けてもらったけど、いつでもいける、すごいシャキシャキしてね、みずみずしくて、あんまり青臭さは感じなかったな。っていうか、なんかひき肉が結構甘辛い感じで味付けしてあって、味濃くて、だからなんだろう、すごいね、よかった。おい、みんな信じねえな。生で食べるでしょ、生で食べるでしょ。そんな疑うなよ、俺が食べたものを。火通ってるか通ってないかぐらいわかるよ俺だ、さすがに。食べる派と食べない派がいるな。食べれるんだよな。そんな疑われると思わなかったわ、俺が食べたもの。火通ってない。まあ、おつまみ、そう、さっきあったけど、まあ、おつまみ系っすね。でも何、まだピーマンの話してんの。まだピーマンの話してんの。見てみよう。なんていう料理名だろう。特に名前は変わった名前じゃない。そう、生でも焼いてもうまい。揚げてもうまい。どう食ってもうまい。ここはいい。パリパリピーマンっていうの。パリピやん。パリピ一晩下処理いる。あ、そうなんだ。水に浸してたりとかしなきゃいけないみたいな感じってこと。ちょっとよかったね、でもみんな、この配信でキャベツじゃねえ。私がジャンプマスターよ。生でピーマンを食べれるってことに気づけてよかったね。食べれない派も結構いたもんな。知見を得たな、お前ら。前に話してたあのピーマンとか、何食べたんだっけなぁと。割とつまめるようなものを、あ、長芋焼いたやつと、冷ややっこ、あとうずらの味玉、以上です。あ、来た。ここからはいろいろつまみながらやっていこう。え、なんかサービスで一品増やしてくれたんだけど、ザーサイのお漬物、ザーサイと長芋のお漬物、ありがてえ、ありがてえな。たまにあるよね、たまに。特に同じお店で何度か頼んでると。でもさ、なんか人によっては覚えられるの嫌みたいな人いるらしい。なんかいつもありがとうみたいなこと言われると、いつも来てくれてありがとうねとか言われるとさ、あの店もう行けねえなってなる人いるらしいよね。覚えられちまったっていう。いや、俺はその感覚わかんないけど。醤油でかい。いや、このね、冷ややっこの生姜がね、うまいんですよ。
ちょっと待って、豆腐食べよう。うん、さっきからさ、ちょいちょい食べてるんだけどさ、うずらの味玉ってさ、どこで食べてもうまくて偉いわ。うずらの味玉ってうまいよね。なんかどんなさ、なんか安っぽいチェーン店で食べてもうずらの味玉がまずいことってなくない？記憶にある限りはうずらの味玉がまずかったことないな。このね、ピーマンがうまいんだよな。ちょっとピーマン食べよう。やっぱピーマンがうまいわ。ピーマンがこれ食べたくて頼んでるみたいなところがある。